グレート・ピレニーズ、グレート・ピレニーズ、グレート・ピレネーとは、大型犬の一種である。アメリカ合衆国と日本ではこの名で呼ばれ、イギリスなどヨーロッパでは、ピレニアン・マウンテン・ドック、ピラニアン・マウンテン・ドック、出生地のフランスでは、ルシアン・ドゥ・モンニュ・デ・ピレネー、レチェン・デ・モンテイン・デス・ピラニツ、または、ルシアン・デ・ピレネー、レチェン・デス・ピラニツと呼ばれる。 紀元前7000年から8000年に、現在のイランやイラク地域あたりで、ヤギや羊が家畜化されたと想像されている。グレート、ピレニーズは家畜を保護するために飼われ、数千年前からチベット高原で飼われる大きな犬、チベタンマスティフの子孫だと言われている。紀元前1800年から1000年の間に、この大きな犬は西方へと移動する。 遊牧民やアジア系民の侵略に伴われて徐々に中央、西アジアを精神し、紀元前6世紀頃にヨーロッパに到達したと推測されている。ヨーロッパの南西部、フランス南部とスペイン北部一帯のバスク地方とこれるピレネー山脈の霊量で謙信な環境が彼らにとって理想的だったので、その地でバスク人によって発展させられたと想像されている。 1669年に、ルイ14世の息子デュポン王子が、ピレニーズに夢中になり、宮殿の人々からも愛される犬種だった。1675年頃、ルイ14世が宮廷犬として愛願したので、当時の流行犬となった。マリー・アントワネットは、ピレニーズを護衛犬として所有していた。中世から始まって19世紀中頃まで、この犬種は、 フランス王立法廷の公式権としても用いられる。1850年に英国のビクトリア女王がピレニーズを所有していた。1885から86年に最初のピレニアンマウンテンドックが英国のケネルクラブに登録され、クリスタルパレスでお披露目された。フランスル,ルドのパスツールクラブやオートピルネーフランスは、犬種に対する関心を高級化するために組織され、 1927年にブリードスタンダードを書いた。それは現在の基準に関するすべての基礎となっている。1933年2月にアメリカンケネルクラブはグレート・ピレニーズを純粋犬種として式に認知し、同年4月に公認のドックショーで単独犬種として認めた。グレート・ピレニーズがジャパンケネルクラブに初めて登録されたのは1961年である。 何世紀もの間、この犬種は山岳地帯の斜面で羊飼いの同僚として、家畜の群れの護衛として働いてきた巨大で美しい白を基調とした犬である。ピレネー山脈の傾斜地や起伏の激しい土地でどのような天候であろうと、家畜の群れや羊飼いの家族を熊や狼などから守るという勢力的な仕事をする役目としている護衛犬で、 一般的に、家畜護衛犬、LGD、ライブストックガーディングドッグと呼ばれている犬種である。外観は大きくて、長毛で、真っ白、または白を基調としたコートで穴熊色や灰色、高褐色の様々な、濃さのマーキングがある場合もある。優雅に動いているように見えることがこの犬種にとっては、重要なことで、弱々しそうで軽装な印象だったり、または鈍重でどっしりした印象だったり、 体がゆさゆさ揺れるような犬では家畜の群れを守ることはできない。肉体的にも精神的にも気質的にも山岳地帯の略奪者から家畜や家族を守る作業権としてふさわしいものが要求される。つまり頑丈そうでバランスが良く俊敏で勇気があり恐れを知らない闘志の持ち主でたくましく堂々としていて落ち着きがあり、 日頃の行動は緩慢で悠然としているが、テリトリー内の安全を守るために捕食動物と戦う時には俊敏な動きをし、護衛犬としての本能を保っていなければならない。類似犬種であるクーバース、ニューファンドランド、セントバーナードなどとは重量感や印象、特に頭部の外観に特徴的な違いがある。家犬の犬種としては原始的な部類に属し、 血統的に狼に近い犬種である。獅子にその名残として狼爪を有する。ほとんどの家犬は指が4本であるが、前足が5本、後足が6本と通常より多いのが特徴である。一般家庭で飼育される場合、この狼爪は不要である。生後間もない頃であれば、犬自身に負担をかけることなく切除することが脳なので、子犬のうちに切除することもある。しかし、 狼爪はこの剣士としての証明でもあるため、残すことも多い。狼爪は、本来、山岳部など、山道や野道を歩く際、滑り止め等の役目を果たし日常生活を送って行く上で摩耗し、手入れは不要だったが、一般家庭で飼育されている状態では摩耗することがいい。そのため、爪の手入れを怠ると巻き爪になり、指に食い込み犬に負担がかかることがあるため、 この研修にかかわらず、狼爪がある犬の場合、爪の手入れのしつけをしていくことが重要である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。